日本関東地方茨城県森谷市五所家級五所家級2.3丁目五所家級五丁目、久保家級二丁目五所家級五丁目五所家級は、茨城県森谷市にある地名。一丁目から五丁目まである。土地区画整理事業により大技、住宅の一部から新設された。郵便番号は302-0119。森谷市の北部、上層ニュータウン北森谷地区の東部に位置する完成な、 住宅街である。区域内に駅を有することから、小建が中心の北森谷地区の中でも、例外的にマンションの建設が盛んな地域である。一丁目に新森谷駅、四丁目に市立御所家宮中学校、五丁目に市立御所家岡小学校がある。東は松並、西は久保家宮、薬師台、南は留宅、北は筑波未来市等度に接する。 従前の地名、大あざ竜託子初所代より、御所家級とした。御所代の由来は、古学坊、足利義氏を森屋へ迎え入れようとしたことから、義氏を住まわせようとした、御所があった場所ではないかとも言われている。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス。 関東鉄道上総線森谷駅や新森谷駅を結ぶ路線バスが地域内を走っている。路線バス地域内には、新森谷駅、新森谷駅入口、北森谷橋、文化会館前、五所家急、五所家丘湖入口、北森谷中央の7つの停留所がある。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。